行くか。装備も整った。夢が膨らむね。満足満足ぞ。ポテチはないな、もう。ちょっと待てよ、俺何をしようとしとったんだ。馬か。豆腐は子供の頃嫌いだった。まああるよね、俺もナスビが嫌いでな、相当嫌いだったけど最近超好きになってしまったっていうね。やっぱり味覚って変わるんですよ、おっさんになったら。ここは来たことあるのか。おい、相当食らうやねえか。危ねえ。トランポ。ボンヨン。え？ケモナ。王者のベッド映画。最高か。もうこの辺に集めときたよな、いっぱい使うやつ。カニ、カニはええんやけど。ほっ。こっちは行ったことあるんか。あのお姉ちゃんどこ行ったんのって、マジで。馬のほん怪しい。燃えるんじゃね、ワンちゃん。上からか。そうではない模様。お、これは違うんか。穴じゃないんか。松ぼっくり。羽のシミ。爆弾が使えるような。これはこれはさすがに行ったことあるよな。先祖、先祖か。いや、なんか全然違うとこおらん、これ、俺。こっちじゃないんか、ハイラル城から西っつったら、もうこっちの奥になるんじゃないのか。全然違うとこ来とるやんけ。間違ってた。こっちだ。
マジで喜びがないが、じゃろう。えらい。にっこりやろ、俺には。ご褒美あげちゃいます。カード2枚コンプリートするなんて君才能感じちゃうよ。ピッて僕の知られざる過去でも語っちゃおっかな。反応がないぞ。もしかして反抗期ってやつ。反抗なだけに。ピッ、次のスタンプカードもあげちゃおっかな。しょうもないよこいつ。ハラハラスタンプカード、スタンプラリー上級者のためのスタンプカード。インクの色が綺麗に出てる。紙で作られている。で、スタンプラリー、まあ、やらんけどな、スタンプラリーとか。なって、先に来ちゃったってことこれ。そういうことよな。いや、ちげえんだわ。まあでもハートのかけらが手に入るのは嬉しいで。オルディン火山、火山の上に化け物がおったのは衝撃やったかな。力のかけら、ん、大きな山だね。どっかの裂け目の入り口を作れる場所があるはずだけど、さっきの人たちが言ってたゴロン族ってどこいるんだろう。取りこぼすね。あぶね。そんなもん見ていかないかんのかこれは。ハートのかけらとかありそうなんだよな。
戻ってきちゃった。いかん、ちょ待て、インパ様、それインパ様、もう一回聞きに行くわ。待て、こっちか。弟か、弟に聞いた方がええんか。いかん、弟もおらんくなっとるし。うまいが、裂け目に。わしも人参畑で行きたいが、牧場を放っておくわけにはいかんの。人参畑、いや、どこよそれ。アイラル城の西、この辺か、ここか。石兵八人みたいなところか。その人参畑ってところが飲まれたところなんでは、城の近く、ここか。うん、怪しい。ウニな、しまった。鋼鉄のエリート。エリート泣かせ。さすがです。絶対そうだよな。うん、と見せかけてまだあるかもしれない問題。ガンゾ、これないぞ。もう入られそうじゃん。カリコ村、こことかあんま行ってないような気がするよな。ここなんか取ってないっすよ。取りこぼしが多いわ。お姉ちゃん、もうかかりこむらやしな。お話で黄金の卵は売ってよし食べてよしの最高の素材だっぴ。せんせん、うん、ここまで行ったら火山に行くよな。実はこれなんじゃないん、裂け目。いやーでもな、西やけんな。ちょ待てよ、インパの贈り物、
ハイラル城北西にある人参畑に現れた裂け目飲まれてしまったようだ。ハイラル城北西。これこれやったら北って書くだろ、ハイラル城の。これ人参畑なんか、まさかこれが。嫌な予感がするを。だって裂け目なんかもうあっこしかないやん。北西は北西よって、北西って言ったらこっち、これか、これなんか、それも人参畑じゃないですよね、これ。どう考えてもオールディン火山ですよ。とりあえずここ見てみようや。これで人参畑あったら切れるで俺。東大許すまじ。北の教会。人参畑やんこれ。城の北西。あ、これは納得の北西。北西やな。でもこんなに近いと思うか。アイラル城西って言ってましたやん。これはひどいって。あいつ俺をかばってくれたんだ、どうしても助けたいよ。素直に北西に行くべきだった。あの子がこの酒の中に一体どうしたらいいの？仕方あるまいって俺が言ってやろう。お、入り口開けそう。東大に謝れ。すんませんでした。俺の白馬のためにって。閉じ込められてる仲間の気配がする。全部で4つぐらい。みんな助けられたらこの裂け目を消せる。人参畑のムー。人参が食べたかったやろな。もうこいつジャンプできるんか。やりおる。ベッドやな。基本こういうとこはベッドがいい。待て、なぜ木箱があるんだい。そこにエリートをぶっ込む。肉とか関係ねえわ。やれエリート。パワーファイター。お、あ、なるほど。あ、隠されてるんだな、こうやって。ということは全部やっといた方が良き。おっと、ミルクだ。ここもあるぞきっと。ほら、あった。スイッチ押せ案件か。多すぎやろマジで。ほんと使えるやつって言ったら
限られてくるぞこれ。糸チュラと糸チュラ晴れて。なぜなぜ晴らんこいつら。あ、どっすんか。うっつ。プリンにしか見えねえんだよな、こいつが。ほ、ほ、ほ、なっ！ふっ。ふっ。なっ！ちょい！いかん、4つしかないのになぜ！じゃあもうあれだよね、観葉植物だよね。あ、メガロドン、うん、ここで止まってベッドか。いや、いかん、俺ではいかん。あ、で糸チュラか。いや、いかんわ、糸チュラ2ある。ダメ、こいつは。おきもん。あ、これだわ。来たーって。賢い。あんたらには様子見よう。パン。ふん。ほっ。おい、バカ、こっちに攻撃すんなし。おい、やめろ。あっ。燃えろ、燃えって。よし、シンクしろ。メキメキ、シンク忘れるわ、ほんと。あ、やばい、お前のせいだ。ふん。順調、順調。倉庫版っすね、これは。ほほほい。ほほほ。
ほい。おっ、はっ、はいって。力技。うんうん。いいじゃないか。はっ。残るは1個だって。クリア、クリア、ほら。僕の仲間みんな見つかった。これでこの裂け目も消せる。馬おらんかったけどな。おら、今いたよ、ほんと白馬やった。力も上がってくれ。なんでなん。ぶり元の世界に戻ろう。ついにゲット、俺の馬。人参畑。裂け目が消えた。でも姉ちゃん、でもゼルダ様の馬は見当たらないよ。きっととても怖い思いをしたんだわ。怯えてどっかに隠れてるのかも。もう大丈夫よ。戻ってくる気配がないわね。人参抜くしかないんじゃないんか。そうだ、人参。あいつの大好物なんだ。人参があったらきっと大喜びで出てきてくれるよ。人参抜けんす。ここかー。人参抜き競争。ふん。適当思ってるもんがないんか。やれって、トゲ出せって。えい、カモン。ほっほっ、ナイス。この人参でええんちゃうんかい。肉じゃないんか。どっかで人参覚えないかんってことか。抜き立てようって。いや、引っこ抜けんもん、これ。人参はそこにあるものをあげても大丈夫です。あの子も喜ぶと思います。いや、あ、ポン、ファー、あ、来たっす。待て、その人参を覚えさせろ。よかった、元気だし怪我もなさそうだよ。ゼルダ様に会えてこいつも嬉しそう。ありがとうございます。インパ様からお預かりしていたこの子をどうぞお連れください。そうだわ、ゼルダ様、フラッグレースをご存知ですか。ナイロル牧場で開催している自分の馬で参加するレースなんです。そうだし、
ご興味があればいつでもハイロールボクションいらしてくださいね。またね、ゼルダ様。モンジューと名付けよう、こいつは。ポン。おい、待て、食うな、こら。早いぞ。相当酔ってくるが。ポン。おっと。あ、食いよる、食いよる。抜きたてやないとダメなんか。うん。俺。それはもういかんのか。ぽい。相当食うが。食ってくれや。ちょ、待てよ。よく使う順。一般的な人参よりも甘く、馬の大好物。すっげえ食うが。かわいい。ここでも食うかね。ソダシちゃん？ショックすなぁ。押しのけてでも食う。なんでこれは食わんのど。もうええんか。大満足？いかん、大満足した。よし、行くぞ。おお、お、早えぞ。育ちは、うん。お、障害もいける。おっ、なんで俺だけクラウンド。わあ、かけよ。どこど、ワープするか。来るんやろの、この馬。おい、掘っていくなよ、かわいそうだろ。おい、まさか来んのか。あ、人参出したらいいんだ。ポイ、来たー。なるほど。人参が呼ぶためのあれか。よし、やろう。ほって。ゼルダ様のために育てていた馬をゼルダ様自ら助けてくださるとは。お手数をおかけしましたが、助かりました。ありがとうございます。むしゃーって。白馬以外も牧場の馬であれば、いつでも好きな馬に乗っていってくだされ。こいつらも食うんかな。あ、いかん、ボス。絶対こいつらにはやらんという。いや、でもこっちに来たらどうだ。あいつはダメって。お前にやろう。むしゃってくれや。クイーンじゃありすぎとんかな、こいつ。ダメや。かわいそうや。どこでエントリーするんだ、これ。遊びに来てくれたんですね。フラッグレースができるんです。うちの馬はみんなフラッグレースって鍛えてるから、体が強くて足も速いんですよ。白馬に乗って、お、よし、やるで。まあ、ゼルダ様やる気ですね。参加されますか。参加します。わかりました。初めてのフラッグレースです。ショートコースからやってみましょう。牧場のトラックをぐるっと一周するコースです。ルメール、ルメートル。目標タイムは23秒。金取るんかい。フラッグ取らないかんってことか。
ラックは6つ。順番に集めてゴールしてください。で、で、で、ダッシュ！で、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 この音楽！おいおいおい、バカ！で、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 おい！あっ！てーてー、エポカー。馬券待った。金がスムージー作りよる場合じゃなかったわ。普通に走ったら大丈夫じゃこれ。ダッシュしたら効かんくなる。直線では使っていい。フラッグ取るとこだけゆっくり行こう。ヘボすぎるんかな。いや止まるんやって、マジでピタって、サバンナ行きになっちゃう。やばい、金が俺の、お前どんぐりでお前稼ぐぞ俺、こんなんしょったら。しかもまあまあこれダッシュ使わんと間に合わんな。最後のとこゆっくり行こう。騎手流星ふっはーって、ここでダッシュせん俺は。ホルモンスはレコード、ついに開花した。18秒です、おめでとうございます。くー、17秒を切ってゴールできたらコースマスター認定しちゃいます。世界あれか、世界大会かこれ。やるしかないの、ちょっと17秒切るまで頑張るわ。とりあえずショートコースを18秒やろ、1秒85、2秒ぐらい更新せんといかん。ということは全部ダッシュやないとダメやなこれ。最後相当ぬるくいったけん、さっきの。それであのタイムなんやったら全部ダッシュ使ったら大丈夫や。ちょい、うずくねえこれ。せめて返してくれよ金は。なんでなん、バターとか借りもんやぞ。なるほど、わかったわ。
雲部天部ではない。わかったわ。そういうことか。ん？何やってもええってことっすな。お跳ねんな。お、バカ！パーって、くそ！いやー、むずいぞーこれ。ちょっと縮まった。いかん、金が金策ないか。ちょっと待てよ、イメトレしよう。ここダッシュで行く。ダッシュここで切れるけん、ここでもう一発ダッシュをかまして、こう取って、ここを直線でやって、一気に行って、ここもパーンと取って、さらに押して、ここでまくり上げながらダッシュで入ると。よし、来た。卵を売ろう。高い、高値な。売ってもええで、卵ぐらい。オルゴールとかあったな。あ、それが景品か。このベッドは取れんのか。ヌコ？犬、牛、馬、人間。うちの牧場いろんな生き物がいるでしょう。何？走ってる馬からジャンプで降りたら危ないってじいさんが孫たち言ってた。やっちゃダメって言われたら俺なら絶対やりたくなっちゃうね。まあ金ないなった時に売るか。じゃあ卵は。まだミドルもあるんやぞ。そしてやばい、これ沼にはまるが。止まんな、止まんな。くっそ、なんだこれ。持ったら嘘なるんか、馬が。むずすぎっぜ。ぶつかりよんか、そもそも。発酵バターって売ったら何やんな。待てよ、ちょっと待て。これ出せるってことは、あの観葉植物をどうにかできれば。お、ちょっと待てよ。いかんのか。爆弾王で爆殺っていう可能性も。ダメやな。キャンドルで焼くにもあれやし、カニ？止まるか。さすがに。
やな、ほんと。あんまり関係ないんか。ブーストかかったりせんか。ボンヨン。避けるやん、これ、トランポリン。飛び越えよるか、これ、馬。ダメですか、やっぱり。いや。ちょ、待てよ。いやー、やっぱもうこれか、シンクしかないんか。それが絶妙に決まった時クリアできるじゃろう。ちょっとタバコ吸ってからでいいですか。ゴール せずに一周を練習するんだ。なるほど。そうするか。まだ1秒縮めろと、こっから17秒切ったんか。すごいです。おいや、いった、やった。16秒切らないかんと思っとったわ。ギリギリなんだな。じゃあミドルコースで。牧場の外のハイラル平原。うっ、このコースの全貌を教えてくれよ。これもういったんじゃないん。20秒切れぐらいか。ホルゴールで何秒でマスターなん、ここは。ああ、0.8 秒。いやでもここの方が簡単やぞ、多分これ。さっきちょっと引っかかったあれが 0.8 秒に引っかかったって感じだろう。あ、もういい、いい、分かっとる分かっとる。
くっそ。なんか最初剣持った時マジクソダッシュ入るんやけどな。なんで初回よりダメになるんだよ。金が俺の。ゲームでも馬で金溶かしてる。大丈夫です。おい、うおなんでなん、クソ絶妙すぎんぜ。どこだ、どこでいかんかったんだ。リプレイ見させてくれや。スムージー打ったらええんじゃない、今思ったら。ちょっと待て、ミルクとお前バターいっぱいもらったんやけど、お前ミルクバターで作ったん売ったら結構な値段するんちゃうん。転売屋になってかまん。売りたい。安っ。パワフルミルクスムージー30円。これブドウとミルクやろ。売るかこれ。とりあえず20円のあらりが出るけん、パワフルスムージーも売ろう。でこっちで作ってくるとスムージー。作りたい。パワフルミルク20円。ディズニーの転売屋やこれは。アメリカの密造酒業者みたい。ゼルダ姫も落ちたもんやな、ほんと。売りたい。売る。結構な値段になるぞこれ。作りたい。錬金術ポン。こんばんは。これで1貫80円のあらりが出るぞ。
おい、バカ。これはひどい。裏になっちゃう。こんだけあれあれですもできるじゃろう。パパもなんでこんなすむし売りに来ようやろって思っとるやろな。で次作って行こうか。もうええやろ金は。これは俺のスムージー。ああこれを末端100ルピーで売ってる。ひどい話やで。せめてお前倍額やろ、60円やろ、売るにしても。スムージー屋で売れる。あ、え、こいつスムージー買ってくれるの、自分で作っとんのに。じゃあもうここでこと足りるやん。じゃあ30円であれせえやの。で売れるし。ババアに売りたいからやったんじゃないの。違う、ここで売れるとは知らんかった。買うなやこいつも。自分で10円で作った分お前30円で買うとかええんか。そんな卵も売っとこうかな、1個。どうせいらんし。よし、資金はできたって。やるで。じゃあダッシュしていきなり曲がれんけん遅くなりよんじゃ俺は。こっからダッシュ。ほっほっほっはい。はーっとら世界記録やろこれ。あーすごい、ゼルダ様すごいです。ほっええんけ。フラッグレース競争って牧場の外走ってから牧場のトラックを一周する。うっ50秒、20秒でこっちが16秒なんぼで走れるけん余裕やん。40秒では駆け抜けるわこれ。
確実に。え、なんかちょっと変わっとるし、ちょっと待って。逆回りとか。左回りは苦手だよ。おい、はあ、おい、ふん、あ、どこどころちゃって。あ、うもーあーてー、外か、外か、どこが、とりあえず50秒切ることを目標にいこう。おはようございます。ちょいちょい変わっとんよな。ええ感じや。おい、バカ、何秒だこれ。ええんちゃうか。でも40秒ギリやろなこれ多分。ほっ、ああ。あと4秒。でも縮まるの全然。あんだけグダグダでもこれやも。終わりも。急には止まれん。外科の練習。どこぞ初とかって。いやでもちょっと俺は思ったんよ。俺のあれが正しければここなんよ。あ、これあれだ、
ここをそのまままっすぐ行けるんよ。こう。ここを回らんで、ということになりますね。きっと。で、ここも、いや、これは、フラッグがあったか、この辺に。で、あれはもう。もうこっちからやないといかんのかい。え、なんで取ってなかったんか、フラッグ。よし。ショートか決めるわ。あれで4秒縮まるとは思わんけど。大丈夫です。ほっ、おまっ、膨らみすぎや。ほっほっほっはっ、あーふーふあ、むずいじゃね。あんま変わらんじゃないん、これ。ショートカットしてもダッシュで止まれんすぎて、通り過ぎてさらにいかんことになっとる。しかし金はある。スムージーを売った。ここもダッシュせん方がええかもな。ここでダッシュだ。お前ふざけんなよ、ボケが。ああ、池取ったような気がする、今の。わあ、いけてた。くー、ミルクが増えるを。だいぶ上がってきたぞ。最初にダッシュするけん膨らんでしょうもないことになりよる。やはり最初は普通でよき。
テレテテテレテテテテあー来たわ来たわ。すごいです。突っ張りホーン、力強い角で作った馬を奮い立たせるお守り。馬の突進がもっと強くなる。もうないんか？もう終わりか。これちょっと装備してみるか。突進！え？なんか変わった気がしないんだが。敵にや体当たりできるってこと。あの馬かわいそうやが。ワンパン案件け。ウェアウルフ。ヒヒヒン。イエーイ。あ、帰らせてくれ。おいおい、やるぞ。ええんか。うん。うわっ。ゆるさん、こいつだけは。はぁ！うわっち！いかん、殺されるぞ！はっ！はっ！悔しい。とても辛い。集大やがこんなんマジで。おい。なかなかやるな。ちょっと考えてみよっか。じゃあ。バカ、もう来んな来んなし。こんのかい。来いや。反応できんのか。ジャンプ力あれんしとるけんな。カエルリングが最強か。やっぱりこれ取れんかったらダメなんか。じゃあこれを消したらどうだ。もう興味ないんか。こっちはどうだ。むしゃー。複数つけれるようにしたい。確かにそんなことができるのなら。ちょ待って、その前にオルゴールは何や。これ何なんやろ本当。
できるそう。いや、いっぱいですって言うやん。何かその力が必要なんか。もう。ゼルダといえば、サブクエ兵士か。こいつ鬱陶しいわマジで。おなめんなよ、うちの白馬をアルピニスタを。城下町ふっ、あいつも怪しいな。問題なしとか言うけど嘘な。こんにちは。怪しい兵士について。こっちのほうで怪しいやつは見てないです。もし見かけてもすぐにとっ捕まえますからご安心ください。問題なし。こんにちは。何かありましたか。怪しい兵士、怪しい兵士、見渡す限りでは怪しいやつはいないです。何でもないのが一番です。これはゼルダ様、いかがされましたか。怪しい兵士は見てないですね。ただ最近城下町の兵士の数が以前よりも増えたような気がしてて。どうして姫様がそのようなご質問を。兵士の数が増えているかもしれない。で、私の感じてたことは当たってたんですね。もし本当に兵士の数が合わないなら装備の数はどうなっているのでしょうか。我々の装備は弊社で管理しています。予備を使う場合も手続きが必要なんです。管理は弊社でしておりますので装備の数を確認するのが良いかもしれません。弊社ここか。装備の数について。装備の数が正しいかですか。数学はダメだぞ俺には。はい、管理数は合っております。ただ壊れて捨てる予定だった装備が一式見当たらないのです。外にまとめてあったのですが実際捨てたものがいないのです。考えたくないのですが誰かが持ち出した可能性も。ゼルダ様、私です、ブナンです。もしやゼルダ様も装備の調べに弊社に来たんですか。ブナン、何かあったのか。怪しい、こいつか。実は城下町の兵士の数が一人増えているかもしれなくて。え、それが本当なら装備の数も合わないのではと思ってここに来たんです。なるほど。今その話をゼルダ様はしてたとこさ。実はゴミに出した装備式が行方不明なんだ。持ち出されていたとしたら。なんだって、それは大事じゃないか。大事。ゼルダ姫が猫になって戻ってきた。ゴミに出した装備一式が行方不明。一人増えたと思われる兵士。ゼルダ様、これはきっと。増えた兵士はウギ。いや、違うだろ。ゴミを持ち出された。はい、何者かがゴミに出した装備を着て、城下町の中に紛れ込んでいます。亡くなった装備は兵士が壊してしまって、交換されたものなんです。だから装備のどこかが壊れてるはず。なるほど、それは目印になりそうですね。壊れた装備の怪しい兵士、ウギ将軍に突き出さなければ。ただ間違えていたら大変ですので、ゼルダ様と確認してからにしたいです。壊れた装備の怪しい兵士がいたら私に教えてください。合ってるかな。まあ、とりあえず兜とかが欠けとんじゃろう。
よし、異常なし。怪しい兵士について、見てません。さっきの騒動以降城の中は異常なしです。異常なし。こんにちは。特に見かけてませんが、城の中は問題ない。やはり城下町いるのは。ドムン。やっぱ探してみるもんやね。おっと、視点は回せんからな。ちょっとこう、いや違う、家の中も怪しいぞ。いや、なんならこの地下におるんじゃないんか。半地下に怪しい。ん？ん？井戸の点検中です。しばらくサボじゃなくて点検中ですが、怪しい人は見ていません。行きたくない。いや、無の世界におる可能性もゼロじゃないか。猫。私が黒いのから出てきてからご主人たちしょっちゅう甘えてくるの。きっと寂しかったのね。仕方ないから好きにさせてあげるわ。タカビー、猫に聞き込みだ。街の中の風で動く鳥の置物、下から風が流れてきて涼しいの。これ僕だけが知ってる秘密ね。下から風が出てくる。う、これはいいものだ、きっと。カッパ。はあ、まあええじゃろう。結構溜まってない。24あるぞ。上げに行こうぜ。ちょっとやりに行くわ。せっかくだしね。猫に聞いてよかったお。やっぱ猫スーツやな。これからの時代は。これはあげるしかないでしょう。スプーで。あ、壊れたんか。研究が進んでな、さらなる強化ができるようになったのじゃ。剣あげれるんか。うっ、こりゃ剣をあげるっきゃねえよな。もうさすがに。マナの剣を。ポニョン。おお、レベル3。でもゲージが増えんくなっちゃったわ。
てててててて。いやー来てよかったわ。絶対怪しいとこにおるんじゃ、兵士は。隠れとんじゃ、ボロい装備をした兵士が。つまりグレートソード理論や。こそこそしとるんじゃ。影とかにおったりもするんだよな。怪しい兵士はいねえ。ん？ゾルゾル。ゼルダ様。ゾルって魔物見たことある？この辺りへの小さな魔物だよ。パパがくれた図鑑載ってたんだけど、丸くてプルプルしてすごく可愛いの。でも魔物なのに可愛いなんて変だよね。本物は怖いのかな。ゾルだらけになっちゃう。ゲル、ゲル総裁。一度実物見たらすっきりするのかな。しょうがねえな。見せてやるよ、ゾルを。おい、これってこれがゾルなんだ。図鑑で見たのと同じだ。すごい。プルプルの体にまん丸なお目目。かわいい。魔物でもかわいかった。頭の中がすっきりしたよ。ゾルのこと好きになったよ。他のゾルも見たくなっちゃった。ろうそくみたいな。バカがって。それじゃないかな。ロウソク、いや、いる。俺にはロウソクゾルも、キャンゾル。俺ってキャンゾルだ。ロウソクみたい。緑のゾルと全然違う。すごく熱い。火がボーボー燃えてて怖いや。ゾルも魔物なんだ。大きい声出して喉乾いちゃった。お水飲まなきゃ。お水といえば、水ゾルっていうのがいるんだよ。お水で大きく膨らむゾルなんだって。そんなのいねえそう。海におったんか。取りこぼしか。忘れちゃうんだろうな、うん、あちこちに出てる叫びを消したのがゼルダ様だったって本当ですかって。すごすぎます。それって私にも真似できますか。できません。この中とかだろ。じゃあ猫、僕のお名前、かわいいっていうの。いいお名前でしょ。君はいっぱい呼んでいいよ。かわいい、かわいいって。なめとんか。城から遠い見知らぬ土地でゼルダ様は戦ったんですね。私だったらきっと途中で心が折れていじけちゃってましたよ。
デルト様の持ってるその変な棒ってどこで拾ったの？こら！あんたじゃないんだから、ゼルダ様は棒なんて拾ってこないの。すいません、失礼ばっかり言って。失礼ばっかりですいません。みんなが可愛いって言うから自分の名前だと勘違いしてるということだよ。なるほど。見回り中です。心当たりはありません。西の城壁を見張ってる兵士なら。それがあいつだろうよ。犬の話聞けるやつもおるんか。おいねえ、いねえぞ、おい。そのことだわ。しばらく自分一人です。怪しい兵士はおりません。自分が怪しくないって証明できないですね。参ったな。お前か？いましたか？いない。これはこのヘルメットは違うんか。おお、分かってないけど、いたって言おうか。これこれ見た感じでお前壊れた装備なんか分からんだろうよ。それっぽいんがおったんか。実はの報告したのか。ヨウスケもしくはクマ、どう見ても綺麗なんですよね。今度はもういなくならないでね。優しい子。この紐がないとかそういうやつか。姫様とお話しちゃった。それは私のことかもしれません。実は先日訓練中槍を壊してしまい、驚きのあまり大声を上げちゃったんです。新品の槍をもらえたんです。ボロボロになっていた鎧も一緒にですよ。ラッキー。こいつか。槍がないやつ。実は槍持ってないやつがおったんか。俺の知らん間に。あいつを持ってる。はい、うん、こいつなんじゃないんか。ボロボロになっとったとか言おるし。こいつ持ってる。あ、こいつだ。これお、頑張るっす。折れてる槍が、先端がない。
自分難しいことはよくわかんないっす、うん、怪しいやつがいたら自分が捕まえるっす。井戸の番人こいつだって確信が持てました俺。いた、早速確認しましょう。壊れた装備をつけた兵士はどこにいましたかって。井戸の近くじゃ。壊れていたのはどの装備でしたかって。槍です。よかった、私も同じ認識です。早速捕まえに行きましょう。これは姫様、このようなところで一体何を。ルビ将軍お疲れ様です。例の事件、ゼルダ様に手伝っていただき今犯人を突き止めました。さすが姫様、難事件をサクッと解決ですな。姫って何だと。姫様の手を煩わせるなど一体何をしとるんだ。申し訳アリバーって。ただ借り物がいるかもと思うと誰も信じられなくなってしまい、確かに疑心暗鬼になる気持ちもわかるが、姫様の手を煩わせまいとうちうちにとことを進めていたのですが、結局お手を借りることになってしまいました。大変申し訳ございません。部内を犯人を突き止めたと言ったな。私も同席する。ここまで連れてきてくれるか。はっ、暴れ出すんじゃない。犯人はこの頃です。折れてる折れてる。お疲れ様っすって。犯人って何のことっす。その壊れた槍が犯人の証。兵士の装備を盗み兵士に化けた理由を話しなさい。ごめんなさいっす。城や町のみんなを守る兵士の皆さん、いや先輩たちに憧れて自分兵士のふりをしてたっす。え、私たちに憧れを。何ああ、ただの一般ピーポーってこと。城下町にいるダチを訪ねてきた時、城下町に裂け目が現れたんす。逃げ遅れて城下町に取り残された自分を兵士の人が助けてくれたんす。それまで怖くて動けなかったのに一瞬で心強くなったんす、うん、自分もこんな風にみんなを守れる男になりたいと、そう思ったんす。でも現実世界に置き換えたら警察手帳とか作って虚偽で警察官になって越に浸っとるただの犯罪者ってことになりますよね、これ。実際問題。だからといって勝手に来ていいわけじゃない。そうよ、君の気持ちは分かりました。でも君のやってることはその意義はよし。ウギ将軍、確かに兵士のふりをするのはダメだ。いやダメやろ。それは兵士たちの信頼を落とす行為にもなってしまう。それはそうっす、すいませんっす。いや牢屋案件やろこんなん。だが守る側に立とうとしたその息、そして自分なりに考えて行動に移したこと、どちらもハイラルを守る兵士にはなくてはならぬものだ。君、名前は何という。はい、俺の名前はカクトス。君がどうしても兵士になりたいというなら私からハイラル王に伝えておこう。いや、スパイかもしれんやん。敵国の。え、いいんすか。お願いしたいっす、じゃなくてお願いしますっす。麦将軍、お言葉ですが、試験もなしに兵士に任命するのは。ブナ、お前もこの者のさっきの言葉を聞いただろう。にちゃーしとるかもしれんやん。それに熟練の兵士たちの目をかいくぐり紛れ込めるなら素質はあるんじゃないか。まあ問題はないわけじゃない。訓練は人一倍厳しくいくぞ。なるほどです。カクトとやら、これは大変だぞ。ブナン先輩、自分頑張るっす。よろしくっす。無能が。まったく、もうまずは言葉遣いを直さなきゃですね。姫様、ご協力いただきありがとうございました。こちらお礼です。どうぞお受け取りください。ハートの器からぞ。まずかけらで、
150円では姫さん、我々はこれで各という最初の訓練がここから城まで一っ走りだ。はい、城まで入れるの終わりだよ、この国も。将軍がこれじゃもうおしまいだよ。続かんわい、この時代で終わりや。金玉だった。ちょっと水探しに行くか。ついでにあの小僧の、水ゾル探しに行くわ。ここ足かきじゃろう。トゥプン。平泳ぎ。まあまあ。なんおったか、取りこぼしとんじゃろうきっと。俺の船、ハゲだ。あんたこっから南西の沖にある大きな船を見たことあるか。見たことない。沖の向こうには難破船があってよ、あれ俺の船なんだ。かつて若くピチピチだった俺には世界中の海を制覇する夢があったんだが、航海中湾乗り上げちまって船底に大穴を開けちまった。他に上がって潮潮の俺だったが夢を諦めずコツコツ修理してたんだ。だが乗っ取られたんだ。近づくこともできないバリバリの怪物にな。このままじゃ船もいずれボロボロに。だが潮潮の俺じゃ太刀打ちできねえ。バリバリの怪物を成敗するには若い力が、ピチピチの若造のが必要ってわけさ。ピチピチです。あんたのその目、ピチピチだった頃の俺とそっくりだぜ。他人が近づかないよう船内への扉はぐいぐい引っ張らねえと開かなくしてある。怪物は長い触手を持つ大きなクラゲだ。触るとバリバリ痺れるから注意しな。バリバリとナンパ船、南西にある難破船。このこっちか、この辺か。先生見てなかった。そこにおるかもしれん、水ソルは。金は取っていくぞ。地図も埋めておけ。ほら、いそうじゃん。ゾルばっかやで、これ。お、これだ。ポン。水ゾル。早速見つけた。水に触れるとたちまち巨大化するゾル。体の表面が濡れていて火が効かない。かわいいかわいい、だいぶ使いこなしとるの、ワイも。
なんすだ、なんせ開かん。俺のゾルかこれ。チーク？チークなのか？燃やされたらダメってことか。いや、わかった！消すんだ！逆に考えるんだ。消しちゃってもいいってね。そうよな、うん、お嬉しいね。ぽよ、頭柔らかかったんか。火はつけるものっていうやつですね。将軍任す。あ、ちょっと待って、こいつは消えた。誰って、金は拾いたくなる。あかんのかい。こんな時どうすればいい。水でしょ。っガッパ。クラゲは俺がやる。あ、ここか。
うわあ。強えわ。ウニウニ。知恵の狩りもんとは。そろそろボスか。宝箱だ。やるぞ、ほんと。やめろ。暗すぎるが。死ね。いらんな、青は。なんやっとれるか。ブリュこんな宝箱にしてほしくないよな。もっとみすぼらしい宝箱にしてほしいわ。ベッドゲーか、ここは。いつもの。なんか連れとんか、これ。
ーン。みんなどうしようやろな、こういうん。本当にこんな風にしてるんだろうか。ベッドとかやっぱみんな使うんでしょうか。うん、ポーカー強い。使いすぎたか。まあ俺にはスムージーがあるからな。結構長いですね。出たか。ピース君だほう。ゼロ距離。生まれる前にやれって。動かんなっとるが、ピースくん。俺のレベル3ぞ。わっち。やることは一緒ですな。バリッて。電気をまとうな、電気を。ボー。金にもなる。
あ、もっとスマートン買ってんだろうな、みんな。いやでもカニは結構有能やで、横向きには。縦はダメなんだな。こうする剣いいんだ。アクセサリー複数使えるようになろう。いや、それしたいんは山々やけど、どこにあるかわからんのや。海辺の村、あいつ話してみよう。知恵を使う。知恵やろ、これは。むしろ。ごちそうしたい。私の言葉がわかるの？珍しい人間がいるのね。こう見えて砂漠の女なの。旅の末、このジャブール水域でご主人に出会ったわけ。ご主人は大好きなんだけど、ここの魚は私の好みに合わないものが多いのよね。そしたら毎日ああして私が食べられるものを釣ってくれるの。好き。私ご主人のこと超大好き。だから私もご主人に美味しいものでお礼がしたいの。丸焼きになるかいって私の故郷でね、人間たちがとっても美味しいって言ってたスムージー、ポカポスペミック、そんな名前だった気が。きっと作った本人に話を聞いたら詳しくわかるはずよ。それが手に入ったらご主人に渡して、あなたにもお礼するから。最後や、ご主人様に飲み物を。作ってほしいのはポカポスペミック。作った本人に話聞いたら詳しくわかる。誰なん、その作った本人は。後ろにいる猫、うちの子なの。好き嫌い多いんだけど可愛いんだよね。今日は気に入ってくれるもの釣れるかな。カニしかいませんよ。しょうがねえから俺が焼き魚置いとってやるわ、ここにそれを渡してやるんやで。サービスやで。俺の船の方向がギラギラ輝いてたんだが、ひょっとしてあんたバリバリの怪物を倒したのか。あんたのピチピチっぷりには参ったせ。船だけでなくオイラのピチピチ心も取り戻しちまった。今度は簡単に壊れねえゴリゴリのごつい船に改造して冒険出るぞ。お礼だ。ごまだれ。でももう妖精がいないんだが、もうカラビンしかないぞ。早速作業だ。メラメラしてきたぜ。おい、おもう瓶結構集まってんぞ。あと1個でコンプリートやねえか、瓶。なんかこことかも空いてるんですけど、この辺のがいるやつなんか、その2個装備するとか。やっぱミニチャレンジが足りてねえんだろうな。うん、とりあえずあれをスムージー見てみるわ。あれ、あ、ちゃうんか、ここじゃなかったか。ここか。ポカポカ言うぐらいだけ、あの唐辛子のスムージーじゃろうな。作らんとわからんのこれ。
ポカポバター、いやちゃうやろな、バターはミルク、泡昆布、さっき作ってからクソ辛いだしてかもう飲んどけこれ、いらんやつ。まともなもんになるようにひんやりサボテン、これだろう。クソにはならんじゃろう、これだったら。ポカポカミックススムージー、まあまあ悪くないな。目標達成だっぴ。見渡しレンズ。物を壊した時や魔物を倒した時にスムージーの素材や魔物石が少し出やすくなる。はーん。メニューを増やしたくなったっぴ。20個作ってほしいっぴ。そういうのもあるのか。ポカポカ花の蜜。はぁって。どうやったらこう、それでこんなんができるんど。ミルク、なんかあんま変わらんな。激辛スペシャルミックススムージー、あんまり変わらんのだな。ちょっと持って行ってみるか、これ。違うっぽいけど。スムージー手に入ったのね。ポカポカミックススペシャル、そう、それそんな名前だった。え、欲しいん渡してあげて。ええんか。今日はなかなか釣れないな、長時間海風にさらされると体が。私に届け物、これ私にくれるの。なんだろう、不思議な香り、可愛いのでなんだか美味しそう。ごくごく、辛いなのに甘い、なんで逆の味が同時にするよ。こんな飲み物初めてだよ、癖になる美味しさだわ。なんだか体が温まってきた、海風で冷えてたからちょうどよかったよ。誰か知らないけどこれを私にくれた人にありがとうって伝えてくれるかな。向こう、あなたが返事しちゃうの、相変わらず可愛いんだから。気合い入れて釣りを続けるぞ。超好きなご主人に恩返しが、俺がしたんだろう。
故郷の味をご馳走できて、私大満足。これは俺よ。バード星人だった、こいつは。力のかけらを手に入れた。ルーベリーの家で武器を強化できる。私もご主人に甘えるだけじゃなくて、こっちの足になれる努力をするわ。力のかけら5。えらい！まさかの大満足。この裂け目はなんや。ええんか、こんなん放置しとって。ここもここで消えてないんだが、でここ埋まってなくね。一応見とくか。じゃねえか。結構見つかるな。おい。この上じゃろう。浮いてる浮いてる。グエ行け。そして地上はエリートで仕留める。刺されてんぞ。刺すエリート。キャン玉。よし、ここも埋まったな。一応あっこを見とくか。開けそう。19分で解けるのか。6時の男も間に合うか。3つぐらい。
そらそう思う。はっ。水んとこですね。うわ。うわ。うっつ。うわ。うむうむ。ほっ。おまっつ。あいつも落ちてったし。うっつ。わっつつつ。なんなんだこれは、ずれとんか。強い。ほっないんか、ないんか、うん、なっ、マリオやん。偉すぎるんかな、ツボやがこれ。頼む。慣れてきとんちゃうん。おっ、わあ、こっちか。違うんか。おちゃうんか。あれか、この光っとるやつか。Huh?
うっと。うっ。よし。僕の仲間はみんな見つかった。ちょうどよかった。これでなんかもらえるんじゃないか。さっくりクリア。うむ。水よね。力を分けてくれた。力か。もうあげよ。まあこんなちっこい闇の無の力をやったところでもらえんちゅうことじゃな。でもそう考えたらこの辺にも入るとこがあるっちゅうことやな。ここであげるんもありかも。まあ、その前にあれをあげておこう。結構成長したぞ。エネルギーゲージがレベル3。お。音いるかこれ。もう力のお前かけら。でもまあまあよかったわ。整理したいが。並べ替え Y。 図鑑で選ぶ。なんかこう、こっち側に持ってこれんの、ええやつを、俺がよう使う。覚えた順。相当増えた。セット。ホスト順。あ、これで、よく使う順。種類順。これ、種類順とかまあ、いやトランポリンとか相当近くに置きたいんよな。カニ、ウニ、トランポリン。いや、ベッドはあれやろ。エリートとか、来てほしいで。こんなんより使ってないってことな。そうなったらこれお前、モグラとかも近いんちゃうん。なんなん一番使わんもんって逆に。ああ。ポーとかな。カニ。
あんだけバカしか打ちおるけん、ウニとか、やりすぎとるけん、ここ来るんやろ。やけん、あれや。このベッドを、こうやっとったらベッドが来るようになるやろ。おそらく。これでどうだ。コンシ。いやでもちょっと来たかも。完全に壊れてしまったゼルダ姫は。うちの案件じゃろう。ほれほれ、来たぞ来たぞ。結構ええとこまで来たぞ。あと欲しいんはやっぱエリートよな。ハリには勝てない。しょうがないんや。よしよし。いいね。あとメガドンボまあまあ使うな。コスパ悪いけん出しづらいわこいつ。ボウ。広いところでやりたいな。高台に乗ったらいいんだ。なるほど。あ、賢い。こうすることにより風圧が起こらんということですね。高低差無視で。やっぱみんな考えることは一緒なんだな。よしよし、メガドンがベッドより来たぞ先に。あと爆弾なんかも多くてもいいですね。爆弾もこう崩すときに使うしあろう。この辺まで来てくれとったらええわ。カニに勝てんのがわからんわ俺は。クモもまあ使う時があるじゃろ。糸チュラも。ほんと鬼畜よな。ほんとは見て喜びようやで、ゼルダ姫。ドン引きやろな。グエーボまあこの辺おったらええやろ。あとモグラやな。モグラも使うわな。有能なやつは前にしといてやろう。みんなやっとんかな。やりよると思うよ俺は。よしよし、この辺キャンゾル。こいつはまあ別にええわ。まだ
人参とか必要よな。なんで穴が開いたんここ。お、なんで落ちるだけかい。やめろ。馬が来てもあれやつ、ちょうどええでこれ。やらせ、仕事です。国際問題になるこれ。竜王戦、いやー明日はな、1日目やけん解説も何もないで、多分50、50ぐらいで1日目は終わるじゃろう。うん、グエーもおるやろ。魚とかまあ A として、こいつも、うん、丸太とかどうだろうか。水ゾルは何かで使うこともあるじゃろう。何してんの。ああ、もういつも落ちるんか。今後のためによ。並び替えたくて。やっぱ有能なやつは前に来てもらわんとな。もう探すんめんどくさいんよこのゲーム。こうやってプルルって、ええとこまで来るが。上半期で締めたいわけよ。こいつどうなんやろな、鉄球兵士は。並び替えっていうんは、これを変えるだけなんや、コスト順とか。よく使う順で、A のをここに持ってきときたいわけや。まあ、でもこんなもんでええか。まあ、最悪トゲマルタがどうかって感じやな。ワンちゃん使うかもしれんじゃろう。平和なのにって。うっ、ちょっとこれを見てほしい、俺の。まず水中戦に使えるピース君とウニ。で、これは移動手段。馬呼び。上に登りたいとき。休みたいとき。地上戦のエリート。爆弾で壊すって。火がついぞるとこを戻せる水ぞる。穴開けないかん、モグラ。で、火つけないかん、キャンゾル、空のグエ。どうでしょうか、これ。完璧じゃないんですか。ここだけで多分全部マーカリ通るぞ。もうもはや。水中の水って。空中船の古いベッド。大丈夫これ。で、あとは床ビュンとかな。この辺にあったらまあちょうどいいし。最悪、こいつが出る時もあるやろう。あと、送風機とか。この辺までだろう。おすすめセットやこれ。よし、じゃあここまでにしようか。収穫はあった。一軍や、一軍シュパッと帰れるこれで。今までは探し回りよったが、すっ、人参。
なんで、あ、おるんかい、もう。ピクピクしょる。欲しいのにって。なんかがあるんか、引っかかっとんか、俺。おい、そっちが食いたいのかよ。でももう一個ありますよ、俺。むしゃーって。ラックレースやってよ。やるか。俺はもうロングコースで行くで、俺も。世界一位目指して。自分に勝つんや。ちょっと英語と思いついたで、俺。ここでここを開けたらいいんじゃないか。これは早い。はっすまんかった。結局ダメだったのよ。世界一位なんてなかった。まあ、ていうかもうこの記録超えたとて別に何もないしな。他がカスタセーブしときましょう。結構強くなったんじゃないでしょうか。